3500円ぐらいするんですけど。そうなんですか。はい、でも落ちたか。落ちた。有料株ですね。はい、だから取ってます。で爪めっちゃいいんで。いや昨日のイベントどうでした。めっちゃ多かったですか。多かったっすね。結構やばかったっすありがたいことに、まあ、前回とか終わらんかなと思ったレベルで。そして今後ちょっとイベントやっぱさ、お客さんいっぱい来てくれるか、そしたらお店の売り上げも上がるわけだ。はいはいはい。で、まあ、俺らイベントやから、まあ、案件でやるわけやけど。はい。あれ来てなかった。始まってる始まってる。何やべえ。どうもお疲れ様です。あ、お疲れ様です。サブちゃん、サブちゃんかな、これ。さっきも来れんかったからね。昨日はあの遊び場行ったんですけど。おお、どうした。あ、これあんま使われんな。これ使ったらあかんわ、この話は。あー、ちょっとなんか、メルカリでめっちゃ高いですよ。高いよ、これ。そうなんすか。仕入れも高いですよ。高い。そうなん。やっぱりそうっすよね、チェーンソーマンは。昔だったら800で作れたのが値上がりしてるだけ説。甘い、これうまいんじゃない。いやー、なんで。だめ、社長がおるからもう確定演出これ。いてほしい、いてほしい、いてほしい普通に掴んだだけでなんか上昇時に引っかかって投げちゃうんですよ、これ。だから縁日堂にこれ入ってるんですか。まだ入ってきてない、ね、まだ。これ絶対人気っすよ。いけるいけるいける。なんかあの普通のポスターのビッグネイグルムがなんか今1万円ぐらいになったんですよ。それあの8個ぐらい取ってて一応全部売ったんですよ。マジで残しとけばよかった。あれ縁日どれ最悪や。あれ縁日どれあげたっす、うん、あれいつやった。あなにはもうあげたのに社長が200円くらいで出た分かってない。食べてる。ああ入ったね。入った入った入った。多分あんまり効かへんような気がする。うまい。挿入。挿入や。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。今のは気持ちいいね。やった、これ取れるんや。
コン中に入れ込むのこれせこない。使うのは右だけっすね。手さえあとは取れれば。あ、押してみましょう。よし。いや無理だな。やっぱ尻尾が残るな。やばい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 。失効し。おお。落ちました。これやばいって。指紋を積極的に狙うのも大事だね。感じしないけどね、取れる台は普通に取れそう。確かこの水色の子が一番人気ないんよな。あまり用からしてなんかそうっていう、かわいそうではあるよな。シールド高いんでちょっとその辺が。なんか腕刺さってる。待って。来た。よし。え？
かけてマジ大事だと思うんですよね。その見た瞬間に入った入ったけど、あークリバよし完璧完璧やったのに、はい、制限ない、制限ない、これあーあああ、いける。はい。うわー、甘いね。入ってた。うまっ、やばい。あー、やばかった。入れたー。おーさー。よし。